元気な毎日を送っていますか？奥田いつみです。医療最前線、今回はがん薬物療法がテーマです。薬を使ったがん治療は日々進歩しています。必要な治療を適切に行う腫瘍内科についてお聞きします。教えていただくのは、鳥取大学医学部附属病院腫瘍内科の須山久志講師です。須山先生は県内唯一の腫瘍内科医、チーム医療を学び、診療科を横断的に調整し、必要ながん治療を行っています。須山先生、今日はよろしくお願いいたします。今回のテーマはがん薬物療法です。ここはその中心的な役割を担う腫瘍内科というところですね。その腫瘍内科はどの治療を行っているんでしょうか？はい、腫瘍内科では臓器や組織に塊としてできるがん、固形がんとか固形腫瘍という言い方をしますが、そのような病気と戦ってらっしゃる方の薬物療法、お薬を使った治療を担当する診療科です。そうなんですね。ではここ腫瘍内科の役割はどういったものなのか、こちらにまとめました。がんの総合内科医、抗がん剤、がん薬物療法の専門家、そしてがんのチーム医療のコーディネーターです。先生、がんの総合的な専門家という印象なんですが。はい、ところが私どもは内科医ですので、手術であったり放射線治療であったり、そのような治療はできません。ところが患者様、お一人お一人の患者様に合った治療戦略を立てて適切な治療を展開していくということは得意だというふうに思います。その中でさまざまな診療科の先生方と協力をしながら、がん薬物療法を担当していく、このような診療科だと思ってください。はい、ではいつもの部屋に移動して詳しくお話を伺います。さて、がん薬物療法の基礎となるのがこちらの標準治療ということなんですが、先生、これはどういった治療なんでしょうか？はい、標準治療というのはがん薬物療法の中心になる治療のことです。ではここで質問させていただきます。はい、標準治療という言葉からどのような治療をイメージされますか？標準治療、そうですね、響きとしては基礎的な治療といいますか、なんかそういったイメージがあるんですけれども、どうですか？はい、では標準治療の説明をさせていただきたいと思います。はい、では次のフリップをお願いしていいですか？はい、わかりました。こちらです。はい、標準治療と申しますのは、科学的根拠に基づいた観点で今利用できる最も良い治療のことだと思ってください。はい、多くの患者さんに行われることが推奨される治療です。一方で一般的に広く行われている治療という意味での標準治療という、まあ、言葉を使われることもありますので、これの使い分けに注意をしていただきたいというふうに思います。ここでお話したいのが、最先端医療とかですね、まあ、臨床試験もそうかもしれませんけど、このような言葉を使われると非常にこの有益な治療であるというふうに思われることがあると思いますが、はい、これはですね、将来の標準治療の候補であるというふうにご理解いただきたいというふうに思います。はい、というのが、臨床試験を通じて評価されて初めて標準治療になれるかどうかというものが決まるからです。一番下に書いてございます通りですね、それまでの標準治療よりも優れていることが証明されて推奨されれば、それが新しい標準治療になる。このように標準治療は変わっていくものだということをご理解いただきたいと思います。なるほど、こう標準という言葉から基礎的なというイメージ、変化しないっていうイメージがあったんですけれども、医療の進歩とともに変化する治療がこの標準治療ということなんですね。はい、おっしゃる通りです。そして続いてこちらです。標準治療はその時代のチャンピオンとありますが、先生、これはどういったことでしょうか？はい、これは少し分かりにくいかもしれませんが、ボクシングの試合に例えてみました。はい、ボクシングにはチャンピオンが
いますよね、はい、標準治療その時代のチャンピオンだとしますと、防衛戦、試合でもって勝ち続けないと標準治療であり続けることができません。この場合で防衛戦と申しましたのが、まあ、臨床試験と言われるもので、たくさんの患者様にですね、協力していただいて、どの治療が最も優れているかというものを、科学的に証明しようとする試験を行って、その時代の標準治療が決まっていきます。ですから、標準治療はですね、移り変わっていくものだということをご理解ください。標準治療というのは、その時代のがんを治す可能性が最も高い治療、あるいはがんと共存して元気に長く生活できる可能性が最も高い治療であるということをご理解いただきたいと思います。だから標準治療はその時代のチャンピオンと言われるんですね、はい、ここまでお聞きしました。標準治療を行うのが腫瘍内科ということなんですよね、はい、時代とともに変わっていく標準治療の方法、知識を常に追いかけていらっしゃるということですね。はい、おっしゃる通りです。これがなかなか大変なんですけれども、毎年の学会での、まあ、主な主要な臨床試験の成績というものを頭に入れないといけませんし、それから刻々とこう公表されていきます論文をですね、読んで常に頭の中を、まあ、最新の知識にしていく、こういう努力が必要ですので、こういうところでは大変かなというふうに思っております。先生自身も常にアップデートしていらっしゃるということですね。では腫瘍内科医はどういった診療を行うのか、こちらにまとめました。副作用に対して最大限の対策をし、安全な薬物療法の提供とともに患者さんの生活の質を保つ、必要ない入院をしない、固形がんではほぼすべてが通院治療を目指す、むやみに抗がん剤の投与量を減らさない、状態に応じて適切に投与するとありますが、ひいては治癒率の向上、長生きすることを目指すことにつながりますよね、はい、では先生、腫瘍内科についてお伺いしてもよろしいですか。はい、腫瘍内科ではこのような治療を臓器別ではなく臓器横断的に行う診療科であるということをご理解いただきたいというふうに思います。それから腫瘍内科は質の高い薬物療法を目指しております。がん薬物療法を行う、もちろん適切な治療を行うということは大切なことなんですけれども、副作用管理をですね、適切に行って、皆様の生活の中にがん薬物療法が、まあ、溶け込む、まあ、ここまでできるかどうか分かりませんが、普通の生活を送っていただきながらがん薬物療法も存在するというものを目指したいというふうに思っております。ではがん薬物療法、こちらにまとめております。細胞障害性抗がん剤、分子標的薬、ホルモン剤、免疫チェックポイント阻害剤といったものがありますが、先生、これはどういったものですか。はい、それぞれ異なるカテゴリーの治療薬で、このような薬剤を単独で使う場合もございますし、順番に組み合わせながら、あるいは同時に用いるというような使い方で、その時代の最も良い治療を提供しております。先生、それぞれどういったものになるんでしょうか。はい、簡単に説明させていただきます。細胞障害性抗がん剤というものは、皆様よくご存知のいわゆる抗がん剤、これまでの抗がん剤治療とかという言葉でイメージされるお薬だというふうに思ってください、はい、分子標的薬というものは、がんがですね、成長したり転移したりする仕組みを解明して、その仕組みを遮断するというふうに設計されて作られるお薬です。ホルモン剤というのは、まあ、使われるがん種は限られるんですけれども、例えば乳がんであったりとか前立腺がんであったりとか、ホルモンに依存して成長するようながんで用いられる治療薬です。で、最近話題になっております免疫チェックポイント阻害薬ですけれども、免疫チェックポイント阻害薬はですね、まず患者さんの体の中でがんが発生したときに、患者さんの体の免疫細胞はそのがんを見つけていることが多いんだそうです。
ところが癌の方も巧みに隠れるわけですね。私はあなた方の身内です、同じ人の体の一部ですという信号を免疫の細胞に出すんだそうです。でこれで免疫の細胞は、あ、味方だと、身内だということで癌細胞を、まあ、見逃してしまうというような状況に陥る、免疫寛容というんだそうですけれども、そういう状況に陥ると癌が育ってしまうんですね。免疫チェックポイント阻害薬ではそのような信号を遮断することで、もう癌をですね、姿をあらわにするというような働きをします。でこれで免疫担当細胞が癌を見つけて攻撃が始まる、このようなお薬が免疫チェックポイント阻害薬です。我々腫瘍内科ではこのような薬剤をですね、単独で使うこともございますし、複数組み合わせて使うこともございます。それからもちろんですけれども、外科の先生と協力し合って手術療法と薬物療法を併用したり、あるいは放射線治療ですね、放射線治療医の先生方と協力して放射線治療と薬物療法を併用したりというようなことをして、治したり長生きしたりというようなことを目指しているというふうに思ってください。こういったさまざまな抗がん剤を用いたりですとか、放射線や手術を組み合わせて横断的な治療を行うのが腫瘍内科なんですね。はい、その通りです。がんの患者様もそうです、それからそのご家族の方もそうだと思うんですけれども、日々さまざまなお悩みがあると思うんです。いろいろ辛いお気持ちもあると思います。私は現在ジャパンチームオンコロジープログラム JTOP というところの活動をしております。JTOP のホームページに行っていただきますと掲示板というのがございます。そちらで今悩んでらっしゃることを書き込んでいただくと、裏で私たちがそのお返事を書くという活動をしております。治療方針について直接のお返事をすることはできないんですけれども、医療者とですね、患者様、ご家族とのコミュニケーションを深めるようなアドバイスができると思いますので、よかったらご活用いただきたいというふうに思います。治療中の患者さんにとってはとても心強いですよね。ありがとうございます。須山先生、ありがとうございました。ありがとうございました。薬を使ったがん治療は日々進歩しています。今回伺った標準治療をきちんと受けて、がんに打ち勝ち元気な毎日を送りましょう。聞いて納得、医療最前線。次回はご覧のテーマです。ぜひご覧ください。